リアル起動やりますよ、リアル起動。ずっとね、リアル起動をやりましょうみたいな話をしてて、なかなかやれてなかったんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。普通に僕自身やったことないんで、今回完全初見なんですけど、負けたら野球券みたいに脱いでいってください。これもう、これ1枚しか着てないんだけど、今日。1枚しか着てないんだけど、今日。リアル起動、これ誰が強いんすかね？高橋礼投手が強いっていうのはよく聞く。まあなんか一瞬ストレートグッて上に行くんですよね。確かに。なんかそれは知ってる。とりあえず千賀さんで行く？エース千賀さんで行こうか。うわー、フォークこんな落ち方すんの？絶対打てる気しないんだけど。スライダー、ほう、おうおうおう。ああ、チェンジアップ、なるほどね。まあ、チェンジアップはなんとかなりそうだな。まっすぐ来ないな。うわー、これがまっすぐか。なるほどね。とりあえず先頭はもう、球をたくさん見たい。いやー、当たったけどな、翔太。今のカットボールなのかな。いやー、打てねえ、まっすぐ。浮き上がる。普通だったら捉えてるようなところが内野フライになりますね。ほうほうほう。この千賀さん、ツーシーム、まあ、とりあえず初手ツーシームいっとくか。あ、まあ、ピッチャー側だとあんま分かんないな。絶対キモいだろ、これ。絶対動きキモいって。リアル軌道の配球は何が正解なのか分からんね。高めからこれいったらどうなるかな。おー、いいっすね、いいっすね。正直、リアタイで三振って普通の環境だったらなかなか取れないじゃないですか。いいね。ここでストレート初のストレート。よーし、いいぞ、これ。いいぞ、いいぞ。この浮き上がり度はちょっと人によって違うのかな。早い、まっすぐが。無理。よし。まっすぐ来て、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐしか打てない。おお、どうすか、この対応力。あ、パチパチしてくれた。えぐいって、これは。自分でびっくりしててさ。いや、マジで自分でびっくりしちゃった。カットボールは危険っぽいな。カットボール危険っぽい、リアル軌道。いや、あえって。たまたまかどうかはこっから決まる。来た。いやー、抜けないか。ちょっと低かったな。いいんじゃない？いやー、取られんのか。まあ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 、ちょっとピッチャー変えましょうか。千賀さんは強いのは分かった。マジそうにしよう。ツーシームの動き方がキモいな。ツーシームの動き方マジキモい。スライダーがね、ちょっと下目に落ちていくんよね、これ。いや、甘かったな、危なかった。オッケーオッケーオッケー。カーブいこうか、カーブ。いやー、なんか持ってかれそう。おお、縦に割れるな、結構。加瀬ちゃんクンネルさん、チャンネルでございます。よーし、勝ちました。挑戦、ありがとうございました。いや、でもこれね、さっきのホームラン、運よく1個打てたからよかったものの、あれなかったら、普通に多分負けてんな。オッケーオッケー。